こんにちは、海のひとときです。今回は初心に戻り、キスの市販の仕掛けを水中で見てみました。仕掛けはいつもと同じ通り、立つ天秤の7号、市販の仕掛け、そして青い攻めです。ロッドはおなじみのエギングのロッドになってます。飛距離はそれほど出ませんが、当たりが竿先で繊細にしっかり取れるのでおすすめです。最近このようなスプールシートを買いました。仕掛けを巻いて洗い乾かすと仕掛けの持ちが非常に良くなります。青い染めをつけていきます。いつもと同じ通り撮影するために一本掛けをします。暑さに弱いので少しうだってしまったら、クーラーボックスなど冷えた環境に入れるとまた元気になることがあります。ドローンも準備万端です。さて、海の中はどうなっているでしょうか。ぜひゆっくりと楽しんでいってください。大雨の次の日でかなりひどく海の中は汚れていました。マークなどをつけて磯目の場所が分かるように説明していきます。まずはロッドワークをご覧ください。竿で錆びていく、そして糸ふけを取る、その繰り返しを行っていきます。磯目を発見しました。海底と同化しており、なかなか見分けがつきません。竿をさびくと、海底にずられているように磯目が動いていきます。別の角度から一度ご覧ください。仕掛けの上から撮影です。潮の流れでこのように動くことはよくありました。シロギスは視覚で餌を見つけると言われているので、このような場合だと少し難しいかもしれません。餌をアピールするために少し竿を立ててちょんちょんとさびいてみます。しゃくる強さにもよりますが、少し餌が跳ねているように見えます。2つの餌を見つけられました。再度上から見てみましょう。上から見てもあまり跳ね上がってないような気がします。いかがでしたか。5分程度の説明でしたが、実際に市販の仕掛けがどう水中で動いているのかがご覧いただけたかと思います。視覚的に餌のアピールは低いので、この動画を機に仕掛けの改良やロッドワークの参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。